速報ブラジル代表新監督候補にまさかのグアルディオラ説が急浮上。ブラジル代表の次期監督をめぐってはスペイン一部レアルマドリードのアンチェロッティ監督が有力候補になっているが、最近の情勢では就任の可能性が低くなっているという。代わって浮上してきたのが、昨冬のカタールダブル杯終了後に一度アタックしていたグアルディオラ監督だ。スペインメディアとオドフチャージェスはアンチェロッティはブラジル代表に参加することができないため、選択肢を見つける必要があるとした上で私たちが得ている最新の情報によると、グアルディオラ監督の側近が彼を選出するためにコンタクトを取ったという。代表チームに参加するという考えは、英国のクラブで全てを勝ち取ったマンチェスターシーの監督の頭の中にあり、ライカにはベンチを離れることも検討しているというと、早ければライカにもブラジル代表監督に電撃就任する交渉が水面下で始まった。非常に謙虚なプレイスタイルと彼自身の哲学を持って、ベップは素晴らしいサッカー選手を擁するにもかかわらず、まだ完全には成長していないブラジルにチャンピオンチームを作り出そうとするかもしれない、と報じている。ないわ、願望は自由や。代表なんて即興チームなのに、引き受けるとは思えない。ブラジルサッカー連盟って金あるのかな。マンシーが財政問題で降格したらワンチャン。ってとこかにしてもグバルディオラがブラジル行くイメージが全く湧かないな。マンシーは今シーズン、リーグタイトル無理そうだしそろそろ脱出考えてるだろうな。アンチェロッティがせっかくブラジル人にこだわってたのに、ブラジルはシンプルなサッカーしてる時が一番強い、ジーコがやるのが一番いいよ最弱セレソンの出来上がり。シゲ辞めるとしたら代表監督の可能性高いとは思うプレミアの他チームはないしスペインならバルサしかないそれ以外ならバイエルンくらいただブラジル行くかは疑問だね。ペップとブラジル人って水と油だろ。